ヒステリックな女性の対処法を教えてください。いつも感情的で理不尽で突然怒鳴られたりします。そういう感情的な人がいると仕事がやりにくくて仕方がありません。どのように対処したらいいのでしょうか。これは今までの経緯をちょっと思い出してもらって、この人はいつもこうなのだと、自分が悪いからではなくてこの人の傾向としてこうなのだということを理解できれば少し落ち着いてくるんじゃないんでしょうか。どうなんでしょうかね。一回一回そうされてショックを受けてるだけではなくて、そのいつもこうやって繰り返すんだからっていうことを考えれば、自分が悪いわけじゃなくてその人のその性格的特徴というか、一つのあまり良くはないかもしれない個性ってことですよね。それからもうちょっと落ち着いて相手を見ることができると、その人がヒステリックになるときは、その自分に対してヒステリックになるにしても自分が悪いからっていうより、その人が何か別の件でストレスを溜め込んでるときだったんですね。何かストレスを溜め込んでるときにそういった感情的反応、これが出ます。もう少しですね、正確に言うと2つのタイプあります。1つ目はですね、あまり多くはないかもしれない、でも最近多いかもしれない、人格障害。この人はストレスがあろうとなかろうと異常な反応を絶えずします。これはもう病気ですから、それは仕方ないと、そういうのを受け止めた方がいいと思います。逆に言うと自分がそういうふうに生まれなくて済んだ、2つ目にストレスがあるときに一時的にそういったその異常性を見せると、これは人格障害ではありません。でストレス性の一時的なものです。でしたらそれは自分が悪いんじゃなくて、その人が苦しんでるからそういうふうになってるんだってことで、落ち着いて対応することができるのかなと思います。だから多かれ少なかれそういった心理学的な知識をある程度得てですね、落ち着いて受け止められるようなですね、心理学的な知識があった方がいい時代になってきたかなって思います。そうじゃないと無防備で人間関係に対応しないといけないので、今までいろんな専門家のですね、人の人格心理現象のですね、分析、これを知ると、ああこの人こういうパターンだなと、私だけじゃないんだなと、でこういう時でこうなってるわけだから、少なくとも私が何か悪いわけでもないし、そういうふうになれば、ある意味ではその自然の中に行った時にその寒い風がバーッと吹いてきた、それと同じようなもので、人間の社会も自然の一部ですから、風当たりが強いっていうのありますけどね、寒い風がバーッと吹いてくる、自然の中で風当たりが強いと、でそれはそのまま人間関係の中でも使われてるんです、風当たりが強いと。でもそれは多くの人間の中に一部そういうタイプの人もいるし、今日の天候によってはその人の気分によってはストレスがあったらそういうことも起こりうるんだと、そういった自然現象の一環だというふうに落ち着いて受け止めることができるようになれば最善なのかなと思います。あとはですね、これはちょっと労力がかかりますけど、そういう人にですね、正面から立ち向かってですね、激化してしまうっていうことですね。それはエネルギーがかかるんだよね。でもどうしたって感情的になってるだけだから、その人の取ってる態度がその正当なわけではないので、でもそういうことをすれば、この方の質問は仕事がやりにくいっていうように、そういうのにかかずらっていたくないと、でまともに向き合って論破してですね、やっつけてしまうというようなのも疲れるしというようなことなんだろうと、でだから先ほどのように、お答えしておきました。